はい、おはようございます。ヤバイゼマイズル森本隆のラッコを変える、今日は、2021年の10月の8日、金曜日です。はい、今回ちょっと特別編、急遽アップしております。今回はヤバイゼマイズルではなくて福知山の話なんですけれども、朗報、もうまたビッグニュースが入ってきました。はい。ですね、10月の6日水曜日なんですけれども、福知山の産経バイオマス発電所、福知山の郊外の発電所ですよね。あれが、廃炉になりました。完全に廃炉になりました。どうも、もう本当に皆様、ご協力いただいた皆様方、どうもありがとうございました。そして波瀬新町の皆さん、もう本当にお疲れ様でした。長い間でしたけれども、ようやくもう完全に廃炉になったと。はい。これでもう安心できると思います。もう跡形もなく、産経バイオマス発電所、なくなりました。はい。この問題はですね、まあ過去の動画見てもらったらいいんです。はい。ここに概要欄にまた貼り付けとくんですけれども、様々な問題を抱えた発電所でした。私たち舞鶴のパーミン発電所にも非常に大きな影響を与えてくれた。私たちの活動のきっかけとなった、もうすごく思い出深い出来事です。はい。私がこういったことをしてるのも、もう本当にこの福知山のことがなければやってなかったと思います。はい。もう本当に私の人生に大きな影響を与えたこの一件なんですけれども、ようやく長く辛く悲しい戦いが、まあ、大きな節目を迎えたのかなと思ってます。もう完全になくなったと。はい。この問題はですね、まあ2017年の6月に福知山の波瀬新町というところでですね、産経観光っていう、まあ、事業者さんが、産経福知山バイオマス発電所っていうものを作りました。パーム油を使った発電所なんですけれども、まあ本当にすごくちっちゃな発電所なんですけれどもですね、もう開始直後から煙もくもく、公害もくもく、騒音バンバン出してですね、まあ、近隣住民を苦しめたと、もう非常にちっちゃい発電所だったんですけれども、もう、公害がひどくてですね、もう、近隣住民、本当にもう、ノイローゼに病気になってしまったという、もう、いわく付きのもう恐ろしい発電所です。はい。で、それに対してですね、まあ、住民の皆さんが、一生懸命頑張って反対運動を展開したんですけれども、なかなかできなかった。福知山市は一旦協力の姿勢を見せてですね、まあ、改善するのかなと思いきや、まあ、福知山の方はもう、福知山市役所の行政の方はもう頼りにならないというか、まあ、事業者寄りでですね、逆にこの住民を苦しめるというふうな形になってて、もう非常に歯がゆい思いをさせてもらいました。で、まあ私たちもそのね、同じようなパーミン発電所が近くにできるということでですね、福知山のその悪い事例をお手本にしてですね、まあ住民運動を展開して、見事、その舞鶴は建設できなくしました。住民運動で建設できなくしました。で、その次は福知山へ恩返しということでですね、まあ、舞鶴の人たちと NGO の人たち一緒に協力して、福知山の人たちともう本当に戦ってですね、まあ、福知山の産経バイオマス発電所は、去年の12月の25日、ね、年末にですね、24年だったかな、年末に、まあ、完全停止、事業停止が決定したんですけれども、その間、まだその建物はずっとこの発電所の建物がずっと残ったままだったんですけど、それが、ようやく、ここ最近この解体工事に着手しましてですね、このようにちょっと今また動画見せますけれども、事業所から発電のこの機械を運び出し、建物を解体し、残材を運び出し、そしてようやく今さら地になったと。はい。もう本当にもう良かったですね。はい。もう本当に地元の人たちを苦しめた、波瀬新町の、福知山の波瀬新町の住民を苦しめたまがまがしい発電所。もう本当に史上最悪の発電所。産経観光が作った。もう本当に多分日本の歴史を変えるぐらいひどい発電所っていうのかな。を、まあ、もうこれが地元の人たちの 目の前から消え去ったというのはもう非常に嬉しいことだと思います。この発電所がきっかけでですね、舞鶴も含めて日本のバイオマス発電っていうものに関してですね、非常に悪い、ネガティブなイメージを与えたのは、これも事実です。はい。この後、これに続くバイオマス発電所、パーム油を使った発電所というのはもう建設できておりません。はい。大きな事業、軒間に全部これなくなっております。はい。今稼働してません。
まあ、コロナの要因もあるんですけれども、もう本当に非常にネガティブなイメージをつけたこの産経観光の大失敗、発電所、もう本当に郊外施設、これはですね、まあ、本当に日本の歴史に残る、日本の環境問題の歴史に残るような大きな出来事、それがもう本当に完全にこう撤去で、もう廃炉、私たちの目指した廃炉、これが実現できたっていうのはもう本当にこの素晴らしいことだというふうに思います。もう本当にもうみんな頑張ったよね、ほらほら、ほんまに僕らも引く埋めて、ほんまに、もう皆さん本当にお疲れ様でした。で、まあ私なんかはこれがきっかけでですね、まあ本当に環境問題に力を入れるようになって今現在来ております。でもね、これでまだ福知山の問題は終わったわけじゃないんですよ。事業停止が決まってからですね、住民に対して詫びの言葉一つもないです。はい、産経観光さん、これちゃんと謝らへん限り終わらへんからね、俺らは。しつこいから。まあ俺らもしつこいし、NGO もしつこいし、羽田新町の人たちもしつこいから。簡単には終わらへんでっていうのを、なくなったからといって終わらせへんから、風化させへんから、そこのところは覚悟しておいてください。はい、産経観光さん、福知山の市役所の人たちも、福知山の市役所の人たちもそうです。はい、今ですね、まあ10月の25日にまたこれ郊外調停っていうのをまたずっとやってまして、まあそれ今回25日にあるんですけれども、そのための資料集め、福知山の皆さんがこうやられてます。で、情報公開、公文書の公開請求っていうのをですね、まあ福知山市に対してやってるんですけれども、まあいろんな資料を取り寄せてますけどね、もう黒塗り、もう全部黒塗り、行政の、まあ、打ち合わせの文書とかそんなのも全部公開してるんですけど、全部黒塗りだったりだとか、情報物がありませんだとかって言って、必ず打ち合わせしてるはず、記録が残ってるのに、まあ、このようなことをしてくる。はい。完全に福ちゃんはし、これ隠蔽にかかってます。はい。もう終わったんやから俺たちの責任ちゃうからいいやんみたいな感じ。もうほんまに前鶴氏と同じぐらい腐敗してると。はい。こんなん許されへんからね。ちゃんとケツつけへんかったら、ちゃんと蹴りつけへんかったら、この問題終わらへんから。日本の環境政策のためにもですね、この問題は必ずこの、明らかにしなきゃいけない。で、福知山市と産経観光の責任はちゃんと追及していかなきゃいけない。はい。これからも引き続いて、まあ、みんなでこのね、頑張っていきますんで、はい。この問題、みんなで考えててください。ただ、まあ今日は、本当に、もう、廃炉、私たちが目指した廃炉っていうのが完全に実現できたことで、はい、そのことをご報告したいと思います。もう本当にもう皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。私たちはやっぱりこういう住民のこの生活が一番大事なんでですね、もう本当にそのエネルギー政策も大事ですけれども、やっぱり住民に寄り添った日本のエネルギー政策を取っていってもらいたいというふうに私たちは思ってます。はい、そのために今後も頑張っていきますので、ご協力お願いします。はい、応援よろしくお願いします。それでは。